皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか？私は大変元気でございます。さて、今日の名言のコーナー。なんと、今回はですね、ローマ帝国時代の哲学者、セネカさんからのお言葉です。大変重要なことをおっしゃっていますので、ぜひ聞いてみましょう。早速もう参りますよ。はい。人生より難しき芸術はなし。他の芸術学問には至るところに師あり。師とは先生のことですね。はい。要するに、他の人生以外の学問や芸術には先生がいます。ただし、人生という芸術には先生はいないと。自分の力で体験し、そして学んでいくものであるとおっしゃってるわけですね。それはなぜかというと、人によって向き不向きいろいろあるからですね。はい。学問にはね、星の動きに人の向き不向きなどありません。星の動きは星の動きです。はい。ただし、人生という芸術には人の向き不向きがございます。先生というものはないんです。ということで。なので、これより難しき芸術はなかろうと、セネカさんはおっしゃっております。セネカ様はおっしゃっております。大変勉強になりますね。はい。自分のことは自分で律して、学問に励みましょう。ということで、今日も最後の最後の最後に名言を申し上げて、終わりにしたいと思います。それでは皆さん、また別の配信でお会いいたしましょう。ご清聴ありがとうございました。それでは参ります。人生より難しき芸術はなし。他の芸術学問には至るところに師あり。